というわけで、つばさキャブの西田つばさです。よろしくお願いいたします。これ誰も知らない世界かもしれないけどさ、急につばさくんさ、はい、フロントに線入ったんだけど、はい、そう、これなんで、ちょっと新しいコーディネーション。あ、そうなの。はい、コーディネーションを逆にしただけでしょ。いやいやいや、違います。つばさくんトイレ出てくるたびに、なんだか知らないけどフロントがビシャビシャになってるのね。それと僕がなんか、これ手を洗うんですけど、これ小学生時代、ハンケチを、ハンケチを持ってない子供で常にここで拭いてたんですか。あ、これで拭いたからってこと。ハンケチ持ってこいって言わせていただいて。いやー、まあいますよね、あれね、ハンケチ、ポケットティッシュとね、うん、2つは絶対持ってきなさいです、ね。うん、まあ、ちょっと今回はこっち側で行こうかなと思います、うん、なんで汚れちゃうのやつね。あの手、激しいんでしょうね、洗い方がね、汚いからやっぱ、うん、はい。まあ、ね、どうしようもねえな、はい、いろいろね。で、まあ今回レトロ回ね、はい、前回さ、うん、あのプロレス、うん、ファイヤー、なんだっけ、ファイヤーレス、コンビネーションタッグ、ファイヤープロレスコンビネーションタッグ、うん、はい、ね、あれ本当に僕が言ったように斜めだったでしょ。斜めでしたね、こっちとこっちでした、うん、面白いでしょ、ね、面白そうでした、まあ、そっからプロレス話に花が咲いちゃったんだけど、うん、プロレス話しかしてなかった気がしますね、うん、僕なんかね、サラ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 っとずっとね、うん、西江寺言ってたの、はいはい、肝心なことがするんです。うん、何ですか。この辺り CD ロム出てんのね。CD ロム、プレイス、あ、プレイステーションじゃない、PC エンジン CD ロムロムですよ。 CD ロム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 って、にゃむにゃむ、ロムか、ロムにって書いてあって、あ、本当にロムロム、正式名称はロムロム、マジのロムロム、まあ、僕らはもう CD ロムしか言わないけども。あ、そうなんだ。正式名称は CD ロムロム。な、何そのにゃむにゃむ、はい、これ何かというと、うん、まあ、CD ですね、だからね、まあ、そういうことですよね。そう、これ今じゃ当たり前のように CD でしょ、うん、はい、コンパクトディスクですよ、はい、ゲームって、うん、これが初よ。あ、そうなんだ。だってファミコンカセットかね。ああ、ほんで PC エンジンはカードなんです。そっか、書き換えするやつですもんね。いや違う違う、それはディスクよ。あれもなんかバカだよ、ほんとディスクはフロッピーディスクよ、しかもね、PC エンジンががこういうね、要するにここにチップが、なんつうの、 IC みたいなのがついたカードです。カードなんだ、うん、ああ、はい、で初めての CD が出るわけです。CD、その代わり CD ロムという付属のものを買って、うん、まあ、要するにディスクシステムみたいなもんよ、はいはいはい、これを買わないとプレイできない。お、なるほど。この値段が39,300円、たっけ、当時でね、39,000円、そのぐらいですよ、3万超えです。これ僕おばあちゃんにもうねだりにねだって、ああ、どうしても欲しいと、池袋のビッグカメラ本店に一緒に行って買いに行った記憶がある。新宿じゃダメだったんですか。あのね、そこの方が安かったの。はあ、なるほどね。はあ、か、何かちょっと池袋に行く用事があったの、ちょっと忘れましたけど、ね。ああ、まあ、そのタイミングかもしれない。ああ、そう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 。とにかくそっちの方が安いっていう。なんか CM バンバン打ってたの、当時。東の、東口の池袋。うん、店長まで出てたんだから、CM に。ちょっと有名な店長だったの。ほう。東、池袋店、本店、店長はね。はい。なんかスーパーマンみたいな格好して CM 出てたんですよ。出たがりかもしれない。うん、そう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 、はい、そんな感じ、うん、僕のなんかちょっとうろ覚えの記憶では林家ペイさんみたいな感じの雰囲気だったけど、ね、林家ペイさんがこうやってんの、なんかそんな感じの人だったけどね、はいはいはい、3割4割雰囲気当たり前みたいな、こんな感じの人ですよ、うん、なるほど、うん、ほんでこれを買ってもらいました。はい、うん、何かっていうと、ああ、ここがもうゲーム史上初の、うん、しゃべるんですよ。はあ、なるほど。ね、今まで、ウェイ、アーベイスボール、アーバフスティール、これはもうアーケード。だからカットされちゃってる、ね。はいはい。入ってなくてって言ってましたもんね。そう。それがまあ、シュッとか、そんなのはあるけども。はいはいはい、はい。言葉を喋る。はあ。そして字幕が出るっていう。はあ。これが実現したわけです。確かに。ここで。これ89年の出来事。はあ、なるほどね。そして僕は、まあ何本かちょっと最初出てんだけど、僕の大目玉。うん。天外魔境。ああ、天外魔境。ね、聞いたことある。猿みたいな感じの主人公で、はいはいはい、まあ RPG ですよ、うん、まあこれは別に僕ね大して欲しくもなかったけど、まあ、とにかく喋る RPG だろうっていうので、ああなるほどね、おやりました、はいはいはい、だからこんなのが出てたのね。はあ、CD ロムロム3万円オーバーですよ。だから今のプレステと何ら変わらないの、この時に叩き出してるわけです。まあ確かにその今のね物価とかで考えたら随分なんですよ。 PC エンジンを持ってる人自体も少ねえのにさらに少なくなる、そこで持ってる人ロムロムに行く、まあ、僕とかもう僕らのクラスは僕と二上くんぐらいしかいない。へえ、このレベルになっちゃう。みんなやりたいでしょう。そう、だから天外魔境って面白いのとかみんな座ってくれる。 RPG だから一人家だからね。まあまあね、一緒にできんけど、そう、まあ、でもやっぱり本当にこの当時喋るっていうのはもうね
ゾクゾクした。すごいんだ、ね、と僕はね、この時からやり始めてることがあって、はい、音にちょっとこだわるようになったのね、うん、なんせ僕らの時代はブラウン管 TV でやってるわけですよ。まあそうですね、わかります、ベースボールとか、はい、色あせた、もう人ん家に、人の家によって色違う、ね、あー焼けついちゃってみたいな、焼けついてというか、まあ設定も違うしさ、やっぱり淡くしてる、淡いと濃いしかないで、このひねりがね、なんかあったなぁ、そういや、そんなブラウン管って、はい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 、だから人によって違うわけよ。なるほどね、暗めに見えたり明るく見えたり、明るすぎても見にくいし、はい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 、ねって、当時のほんとテレビっていうのはもうなんつうのかな、日差しに弱い、あの、もう西日が当たると全く見えない、確かにもうピッカピカになっちゃうんですね。そうそうそう、はいはい、まあ、こんな時代から、うんうん、やっぱりテレビもだんだんと進化していく。なるほど、だけどまだやっぱりブラウン管ですよ、はいはいはい、じゃあ何をこだわるかというと、うん、音にこだわり始める、うん、それがだから CD になったことによって、まあ、ファミコンから、PC エンジン、はい、この段階でも全然音質が違う、はいはいはい、上がってる、うん、でさらに上がるわけです、うん、そしたらここにこだわろうじゃないかって言って、うん、外付けのスピーカーとかやってる。あーなるほどね、はい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 、ね、右左で、はいはい、テレビの横にブラウン化につけてるんですよ、ステレオで、でも、はいはい、グラウン上がる音、やっぱ全然違う、なんならもうテレビの音消しちゃいますから、あ、もうスピーカーだけでね、そう、はいはいはい、全然違う、しびれちゃうぐらいいい音になるんですよ。おー、ね、この当時もラジカセの時代よ、うん、あーまあそうか、レコードとラジカセの時代よ、この時代にもうちょっと進化でしょ、ステレオスピーカーな、スピーカーで、またちっちゃいの売ってるわけです、このやつとかね、まあ、そういうの買ってきて、この辺りにこだわり始める、うん、あとね、ゲーセンもだいぶこの時はなんかね、サラウンドなんとかとか、うん、まあ、要するに体感系のゲームで音がここら辺から出るやつとか、あ、はいはいはい、結構この時代なんですね、そうなんだ、やっぱり音っていうものはね、じゃあ新しい、さらにステップ、ここはそうそう、画質と音、喋るようになった、ここ大事よ、まあ、確かに喋るようになったのは相当の進化、まあ、当たり前でしょ、これプレスで、ね、まあ、正直ね、もうマリオがずっといつみ言ってた時代だから、何よこれ喋るわけ、へえ、考えるハミコ時代無言よ、全員、確かにね、全員無言で、ホートピア思い出してごらんなさい、ピピ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 ピって文字が出てるだけ、うん、ヤスなんて一言もない、誰も言わないでしょうね、ね、声なんて知らねえわけだから、そう、はい、これはすごいでしょ、はあ、すごいわ、ね、翼くんだったらもうおしっこちびっちゃうぐらい喜んで、いやそうでしょうね、そのぐらいの出来事しまくると思うな、はい、うん、そんで、はい、まあこれだけじゃしょうがないんで、はい、まあ、あのヒューマン、あのタッグチームプロレスを出したヒューマンが、うん、フォーメーションサッカーってのが行われてるんですね、プロレスと似たような、これが僕はまずサッカーでハマった最初かもしれない、ほう、これね、面白いのは、まあ、サッカーゲームって言ったら大体やっぱ横で見るでしょ、うん、うん、縦、今度は縦かい斜めかと思いきや、そう、だからヒューマンっていうメーカーなんだけど、ちょっと斜め上を行ってんのかなっていうことか、でこれね、やっぱ画質がいいの、うん、だけどあれって上から見てる画面なんだよ、はいはい、サッカーはね、うん、でこれね、どうやってパス回ししていくかと、うん、結局ね、なんていうか、まあこれが攻略法なのかもしれないけど、はい、もうね、着地させない、ボールを、あ、じゃあ、あのヘディング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 シュートみたいな、あ、こんな感じになっちゃう、ドリブルいらねえのよ、空中戦だね、もうずっと空中戦やった、なるほど、だけどなんかそれが非常に面白くてね、はいはいはい、はい、気持ちがいいっていうか、ね、うん、まあこれがフォーメーションサッカー、この当時ヒューマンっていうのは本当にスポーツゲームにちょっと長けてて、うん、まあ、まあね、プロレスもやった後のサッカーだからってことか、ね、まあそんな感じです、なるほどね、で、まあちょっとファミコンにまで行っちゃうと、はあ、まあ、前回止まったのはファミコンジャンプかな、そこで終わったんですね、確かファミコンジャンプだと思うのよ、うん、はい、この後スラスラ行っていきますよ、はい、まあ、この後先駆け男塾シップ1号さん、男塾ってことはあの僕の大好きな男塾だけど、この当時多分読んでね、ああまだ知らねえんだ、読んでね、これだからね、まだ80年、僕はあのジャンプに掲載されてる時はまだ読んでない頃だ、あ、終盤から、あの中学生超えてから、中学ぐらいから見始めてるの、なるほどね、だからこの1号生のこの頃じゃないのね、はっきり言うとね、まあ、俺正直1号生もわからへんけど、うん、はい、はい、早打ちスーパー囲碁、囲碁かよ、ガンマジーザス、ジーザス、爆笑人生劇場、これなんとなく覚えあるんだけど、うん、はい、次面白い、これ光源氏ローラーパニック、いや、どういうゲームかな、これね、ディスクかな、なんとなく想像できるな、でもな、うん、光源氏ね、横スクにこんなんだろうなって思うけど、この頃ほんと光源氏はもうブームでしたよ、はいはいはい、ね、これ僕の中学時代です、うん、で、しかもなんか光源氏ドラマとか出てたからね、危ない少年とかでドラマ出てた、それは知らない、で、なんでこのドラマの題材何かというとローラーゲーム、これローラーゲームってして、これ日本にない、この何なんつうの、あの競輪場みたいな斜めのバンクみたいのにローラースケートで走りながら、まあ要するに
ぶつかり合いしてるんですね。昔かつて、アニメでもね、ちょっとそんなね、バトルボールみたいな、なんか変な、イッキマンっていう漫画があったんですね。全然知らんわ。野球なのかバトルなのかわからない、まあ、こんな感じでなんかまあ僕は見てましたけどね、はいはいはい、そんなのがありました。ほんでこの次アフターバーナー。これアフターバーナー多分ね、あのスペースハリアー系の、うん、ああいう感じだったと思う。シューティングなんですか。そう、もうなんかこんなのもレバー持ちながらやるようなゲーセンで言うとね。はい、次シャドウゲイト。わからんね。マインドシーカー、うん、青き狼と白きメジカ、メジカかな、うん、オジカだ、オジカだ、オジカ、オスだった、ジンギスカ、はい、ダウンタウン熱血物語。これはあの国尾くんですね。あ、でこれ国尾くんが、まあ、要するにスポーツとかでもなく、なんかちょっとアドベンチャーチックだったっけな、忘れましたよ。ホーリーダイバー、はい、天地を送る、ベースボールスター目指せ三冠王。何すんの今回。全然やった、やばいじゃん。まあでも、まあ、一応ね CD ロムやってるから。はい、この次ファミコン探偵クラブ2。ああ、2っていうの、また前編後編で、これもなんだ、あのファミコン探偵クラブ前編後編でありました。はい、2がまた前編だから、やっぱり人気があったの。あ、これは僕がやりました。でも全然覚えてません。うん、はい、この次ラサール氏のチャイルズクエスト。これもなんとなく、これね、何かというと確かねチャイルズっていうユニットがあったんです。うん、あ、女の子3人のやつ。そうそう、俺これ知ってるわ。なんで知ってるチャイルズ。あのね、ラサール石井さんが、うん、多分バラエティーかなんかで僕が出したゲームみたいなで、うん、昔こんなありましたっつって、うんうんうん、でね、なんかね、この女の子3人がね、おむつかなんか履くんじゃなかったかな。これチャイルズって磯野キリコさんのとこじゃなくて。そう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 だよね。だから行列のできる法律相談所かなんかで、うん、このゲームが出てたわ。笑っていいと思ってたな、チャイルズって。あ、そうなんですか、うん、あ、なんか、あ、なるほどね、はいはい、ぜひ知ってるぐらい。これね、僕確か買った。あ、買ってた、うん、なんかこれもね、黄色い箱系のあのディスクだったんじゃねえかな。それは分かんないけど、うん、なんかそんなだと思います。おー、はい、なんで SD ガンダムガチャポン戦士2やってね、で脱獄を覚えてね、してんだ、うん、意外とやってる可能性もあるけどね。まあね、見たらね。でハミコン探偵クラブ2の後編が出る、はいはいはい、ドラゴン忍者、しょウィローしょ、ケルナグール、やべえ曲、おいしんぼやってねと。はい、この次です。あー、よかった、ここで止まっとこうかな、まあ、あとまあね、勢いでもうちょいいっちゃうかもしれない。いやいやいや、マザーマザーは、マザーはとんでもねえ、エンディングまで泣くんじゃない。赤い箱でね、はい、なんつうか、これ僕どこでゲットしたかで言うと、パチンコやる景品なんです。へぇー、どうぞ。で、僕は別にそんなにね興味は持ってなかったんだけど、なんか話題がすごかったな、これ。すごいよ、これ。あのファミマガで。で、まあ RPG なんだな。でもなんか絵のタッチがあんまり僕好きじゃないなっていうね。まあ、確かにね、なんかちょっと。思いながらやりましたよ。はぁ。だけど、まあクリアもしたんだけど、まあ、終盤まで行ったんだけど、面白いと感じないでずっとやってたかな。まあ、まずはワンは、うん、うん、これだからムズゲーだったよね、確か結構ね。うん、結構その子供向けではない、うん、戦闘のシステム絵的にはすげえ子供なのに。そうそうそう、絵本なチックありますけど、うん、システムちょっとややこしいですからね、うんうんうん、で、まあ2も出るじゃない、2、3も、うん、だからなんか今ちょっとやってみたいなっていう。あ、もう話の、話も覚えてないぐらいだろ。ワンは俺も知らないな。悲しいのかなんなのかよくわかんないけど、一応毎回泣けるという感想が出てるわけです、うん、なんかね、そんななんだけど、はい、まあこの当時僕はもう何歳だかちょっと正確には覚えてないけどさ、はあ、おう、まあその程度でした。マザーここで出てんだ、うん、ね、どうしてもちょっと行きたいソフトがあるね。うん、でファミスタ89、はい、買ったかどうかも覚えない、まあ、僕は88、89ぐらいまでやってたかもしれない。はい、この次燃えるお兄さん、まあこれジャンプのコミックですね。ああ、言ってたな。はい、レーサーミニ四駆、まあ、当時ミニ四駆って流行ったのこれ、はいはいはい、ね、本当に駄菓子屋で、うん、300円で買えずミニ四駆って、うんうんうん、でもう出来上がってるラジコンですよ、簡単に言うとね、うん、もうまっすぐしか進まねえ、はいはいはい、だからコースを作ってやるわけです。これ RC、グランプリっていう番組がテレ東でやってた。これ僕の親戚のおじさんに出ろってすぐ言われてた。へー、でも全然僕ラジコンとか興味ないからいいってずっと言ってましたけど、ね、あ、そうなんだ。まあ、そのぐらいあのミニ四駆ってめちゃくちゃ流行ったんですよ。うんうんうん、うん、まっすぐしか走れない、はいはいはい、はい、まあそうですね。アイドル発見伝、マルサの女、はい、ウルティマ、これも有名 RPG ね。うん、ウルティマ有名、わかんない。うん、おっことしパズル、トンちゃん、もう、まあ、こんなのどうぞ、はい、はい、この次です、はい、これ実は多分ね盛り上がったのは僕だけの可能性もある、はい、甲子園、甲子園ね、甲子園っていうソフトが出た。はあ、僕これまだカセット音の音楽覚えてますよ。これ多分ね誰も知らないかもしれない。はあ、ティンティティンティ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 ンティンティティンティティン
まあなんか野球っぽいな、まあ、はいはい、そうもうだからあの高校野球のあの歌あるじゃん、はいはいはい、はい、まああんな感じですよ、高校野球のあるよねあの歌、はい、あのなんか更新の時ですね、そう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 、なんとかタイトルあってね、うん、まあこれ何が面白いか、まあ高校野球、うんうん、でやっぱりこの子供時代ってさ、プロ野球選手の名前があるから面白い、うん、もう高校野球だから、うん、そういうものはないのね、はいはいはい、全員無名だもんね、うん、無名だ、はい、でこれ僕ねやったのもうこの時に僕はもう高校行ってます、とうとうここもね高校行ってます、なるほど、はい、だいぶだいぶですね、何ができるかというと、はい、全部をあれできるんですよ、名前変更できるんです、あー選手の、そう、はい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 、これ僕がやることってもう決まってますよ、もうその一体の高校の名前に変えちゃうんです、はい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 、マジのね、マジの、 あ, 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 あとほら僕の中学の同級生とかも全部ひっくるめて、めっちゃ面白い、はあ、これトーナメントができるんですよ、あまたまたプロモーター式な、そうそうそう、はいはいはい、ああ面白いわ、これ面白い、はいはいはい、鬼のようにやった、はあ、そのなんつうのかな、ランダムの試合ももちろんあるでしょ、うんうん、自分以外のところは勝手に買う、もうこれで一生懸命楽しんで、ここが勝ったかみたいになるんだ、なるほど ね、このね残念なことに選手名はエディットできないのよ、あーそうそうできないの、だけどチーム名は変えられるの、全チームを、へえ、うん、だからこれをずらーっと変えて、ほうほうほう、一生懸命でね、ゲームもなんつうのかな、ファミスタとも違う、うん、なんかちょっとオリジナリティのある野球が今までに、ね、操作性すごくいいんです、あそうなん、うん、でもなんかあんまりなんつうのかな、重っ苦しさがないというか、うんうん、スタイルも結構スリムになってるのこの選手の、あミスターで太っちょだったり、はいはいはい、うん、ああいうのが全部スリムになってて、うん、でやっぱなんつうのかな、金属バットオンとか高校野球があってね、はいはいはい、うん、ちょっとそれがめちゃくちゃ面白くて、もうなんかなんだろう、毎日1回トーナメントしたぐらいのもう、もうじゃあ絶対で、どこが優勝、何回目の優勝とかも全部何たって、まあ、野球少年だからまあね、毎日夏の甲子園があるようなもんだから、そう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 、コールぐらいのまあ、ハマったっ、ああ、なるほどね、だからこれは本当に、多分ね高木くんもやってないぐらいの僕ならではの遊び方をして、ね、めちゃくちゃ楽しい、だからこの中も例えば辰巳君とさファミコン用意してさ野球ゲームやろうぜって甲子園出してくるかもしれない、俺パワー なんだっけファミサだとかそう、思ってパワーリーグだいろいろあるのに僕はもしかしたら甲子園を出す可能性はある、なんだこれは、何そこでも 2P、 僕だからこの甲子園で 2P 出して1回もしたことない、まあだろうな、誰使えばいい、誰か誰か来たらファミサやるから、まあそりゃそうだよね、萌えプロもあるし、あそこ甲子園してないからな、ここはこう一人用野球系、これが甲子園だから、これ本当に甲子園知ってるって人いたらむしろすげえマニアックや、知ってる方いらっしゃったらメドさんぐらいしかいないと思う、知ってますかちょっと世代が違うのかもしれないね、はい、まあそのぐらいですよ、はい、高校野球だった、まあ今回はそういうことです、ね、甲子園で終わり、うん、わかりました、どうもありがとうございました、翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな。